試合終了。そして今日本一のカップルの誕生です。私も今度の6月には花嫁さん、甘い甘いスイートな新婚生活が待ってるのね。ああ、でもでもマスよ、お料理もお裁縫も何にもできない。このままじゃ高橋さんに嫌われちゃう。そうだ、今からでも遅くはないわ。花嫁修行しなきゃ。その心意気や、よし。びっくりした。突然耳元で怒鳴らないでください。誰です、あなた。いや、そんなまだ結婚前なのにあなただなんて、ハハッてテリーフじゃないかな。ハハマスよ、あなたと結婚するんじゃありません。だいたい初対面じゃないですか。誰ですか、あなた。申し遅れました、私こういうものです。花嫁修行、師範代、ブライド・ジュン。イエーイ、シャキラベイビー。では早速花嫁修行を開始する。まずは料理から。服を脱いでこれを着て。これを着てってエプロンじゃないですか。エプロンするのに服を脱ぐ必要があるんですか。カーツ、全裸にエプロンこそ新婚生活の基本なりきり。なりきりじゃないでしょう。だいたい私はあなたのこと師匠だなんて認めてないんですからね。私は私でお料理教室に通ったり自分なりに修行しますから、お構いなく。カーツ、迷える哀れな子羊ちゃん、このわしが立派な花嫁に育ててみせよう。ここはどこなの。お主が世界一の花嫁になるための修行場じゃ。切れないわ。私帰りますから。その前に己の顔を鏡で見るがよい。厳しいぞ。良いな。はい師匠。あ、いや違う、だから行くぞ。おりゃで。師匠の厳しい修行を乗り越え、私は6月にお嫁さんになりました。新婚生活はとっても順調です。おいマスヨ、ビール飲みたいな。はい、あなたちょっと待ってね。うらはい、あなた。うまい。でもマスよ、手刀でビール瓶開けるのよせよ。だってバッカン、怪我でもしたらどうするんだい。あなたったら痛いな。